おつ。ただいま。タワレコの写真集買いました。ありがとうございます。アイドル王。アイドル王大事。何？アイドル王ですよ。アイドル王の称号ください。どういうこと？こんばんは。七並べ調子はどうですか？皆さん、写真集お渡し会の広島会場の受付がスタートしました、先着ですのでぜひゲットしてください。おいたんくま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 、ありがとう。広島購入しました、ありがとう。お腹大丈夫？あ、やけどしたやつ。確かに今日お風呂はさっき入ったけど痛くなかった。あ、でも赤、え？あざになってるけど、まあ大丈夫でしょう。痛くないからいいや。集合体やばかったね。こんばんは。グッズも出ました今日。うどんぶり良かったでしょ。
うどんどり、うどんどり、とりあえず今日の一番のお知らせはお渡し会申し込み始まりです。にんにんカナボンベアありがとう。9月ベアグッズ販売、 T シャツの S を買う人はいません。ちっちゃい女子もね、アイドルもね、 L を買ってブカブカに着るのが可愛いからさ、 S って買う人いないの。だからビッグ T にしました。あのビレ版のニャンスケさん T シャツみたいな感じです。多分よし、メール送った、メール送ったぜ。特典会のセットは争奪戦かな、どうだろう。前は STU16 人分のファンの人が申し込んだ、じゃ狙ってたからあれだけど、今回は四国のファンの人しか狙ってないから前よりはそうでもなさそうだけど、でもあんま夜遅くまでメンバーを働かせられないんで、めちゃめちゃ枚数があるかって言われたら前回よりは増やしてるけど、めちゃめちゃあるかは分からん。私はちょっと関与してません。なるべくギリギリいけるぐらいまで多めでって言ってます。売れる枚数の中で最大値でお願いしますって言ってるよーん。中学生もいるの？あのね、そのね、年齢がダメな子がいるからね、四国だけになったっぽい。ごめん、特典会私全く関与してないんだ、ごめんな。あれはなんか大人の事情がいろいろあるみたい。とりあえず10時からの物販に並んだ方がいいと思います。
何やんかな。リストバンド交換後整列、そうだから整理番号は A の何番から何百番、 B の何番から何百番、 C の何番から何百番って並ぶのね。でそのオリーブホールに来て、リストバンドが9時半から交換始まるけん、9時半から交換が始まるための整理番号です。だからその後はどこに行ってもいい、自由、早く行ったもん勝ちって感じ。でもね、アイドルファンっていうか STU のファン以外はそんな朝から来る人いないと思うよ。そんなね、あの8時とかから来られても商店街の邪魔になるので困るんで、整理番号の感じで来てください、お願いします。はい、なんで8時とかから来られてもね、整理番号順でしか、あの、リストバンドはもらえないから、どっちみち。わかる？商店街のクレームになったら今後やりづらくなるので、あの、そんなめっちゃ早く来なくていいです。よろしくお願いします。だって整理番号順にしかもらえないんだよ、あれは。リストバンドは。だから、A の人は、まあまあ、早く来た方がいいけど、あのサーキットフェスだから別にその、早く行く必要があんまないというか、そのねリストバンドの交換だから9時半に来ればいいと思う。そうクエス行きます、ありがとうございます。まあ、A の人はちょっと早めに来てみたいな、分からん。でも責任取れん、自分の判断で。でも本当あの7時とか8時とかから来なくていいからね。スタッフも来てないよ多分まだ。そう、よろしくお願いします。みんな朝、夜の9時まで残ることになるけね。そうそう、よろしくお願いします。まあ朝うどんでも食べて、うん、じゃそうで、整理番号 A の何番から何百番、 B の何番から何百番、あのねすごい、あの人が、ま、前回よりマジで多くて、あの3桁で収まらないぐらい多いぐらいの感じ。直前でどれぐらい売れるか分かんないけど、あの、でも4桁になりそうなんで、もうすぐ4桁になったらもうパンパンすぎるから、ちょっとさすがに売り止めするかなって感じなんですけど、それぐらい来てるんですよ。具体的な枚数は言わないけど、だからちょっと頑張ってください。いやが、ちょっとねびっくり、そうだからうまいこと分散していただいて、心配ですけども、当日券あるかわからんな、どうだろう、わかんない、ちょっとわかんないけど、とりあえず9時半に整理番号で並んでリストバンド交換して、でまあ特典会参加したい人は多分朝一で行かんとないと思う。もう10時に物販開始するから10時にオリーブホールな、10時オープンのオリーブホールに並んでおく。で物販買うじゃん。でまあまあそれをロッカーに入れるなりなんかして、
会場の中にでかいリュックとかで来ないでね、みんな。でかいリュックとかで会場に来ない、でっかい大きな荷物は、うわやばいな、アイドルファンの人大丈夫かな。大きいリュックとかで会場は当たり前に来ちゃう人いそうだな。とりあえずロッカーとかに預けて、クロークとかに出して、そうで、でオリーブホールか、オリーブホールから歩いてまあ5分もかかんないから、なんだ、高松モンスターかフェストハレに並ぶ、入る、待つって感じ。あのね、福田推しの人、福田あかりのオープニングのご挨拶見ようかなと思ってフェストハレに来ると思ってる、来ようと思ってる、行かない方がいいと思う。自分のオープニングのご挨拶ぜひ推しの人に見てほしいけど、多分先にモンスター行っといた方がいいです、マジで。え、じゃないと四国が、しっかりと見れるか微妙な可能性があると私は思ってます。だから福田推しの人ゴーピングのご挨拶はどんな状況だったか後でショールームとかで言うから、9時半でリストバンド交換して物販行って、でホテルに荷物預けないのにロッカーに荷物預けないのにしたら、モンスター行った方がいいと思います。こんなこと言うこと、なんか自分を見に来てる人に言うの申し訳ないけど、ライブの方が見たいと思うから四国に並んだ方がいいです。迷ってる方いらっしゃったら、こんなことね、主催者の口からね、オープニングなんて、オープニングのご挨拶は見なくていいって本人の口から言うのちょっと悲しいですけど、モンスター行った方が多分満足度は高いかなと福田推しは思われます。わかんないけど、当日になってみないと。はい。オープニングの挨拶がの5分のために来なくてもいいよ。申し訳ないけど。来てもくれても嬉しいけどね。そう。だから、モンスターに行ってください。STU ファンの人は。よろしくお願いします。っていうアドバイス回り方わかんない、私も初めてだしさ、スタッフさんも初めてだからさ、みんなさ汗汗って感じなんだよね。そう、あ、モンスターに行ったらファイブアローズのユナイテッドアーチャーズのあの可愛い女の子たちのダンス見れるから結構見応えあるよ、ユナイテッドアーチャーズの女の子たち。そうと、あと一人なんかボールの魔術師みたいな魔術師みたいなお兄さんがいて、光るボールをこうなんか回してる人がいて、で周りをユナイテッドアーチャーズの女の子たちがすごい盛り上げてくれるみたいな感じなんですよ。そう、男の子は多分このボールの人の方が気になるだろうけどね、多分ね、男子が好きなコンテンツ男子が好きなコンテンツですよ。そう、だから福田推しさんっていうか STU ファンの方のおすすめはリストバンドを9時半に行く、すぐオリーブホールで物販買う、でその後モンスター行く、そっからは自由で、四国推しじゃないファンの人は別にまあ特典会もね行く必要ないから、まあ、来てくれたら嬉しいけど、まあ
STU から来てもいいし、そうそうそう、まあ、まあ、とりあえず四国推しの人だね。忙しいのは STU 推しの人は多分ゆるっと来てもあれだけど、物販関係ないからライブから来ればいいけど、物販行こうと思ったら結構朝早いかもしれない。そう、まあ行ける範囲でよろしくお願いします。あと福田あかりファンクラブ、福田あかり個人ファンクラブの会員証、なんかすぐ開けるようにしといてください。それで、あのちっちゃいうちわもらえるようにしました。今日実物が来た。ある、そこに。福田あかりファンクラブ会員の人はあのうちわをもらえるから、ちょっとそのブースがどこかちょっとまた聞いとくけど、カード持っていくのはダメなの？え、ダメかも。わからん。画面にして。画面の方が簡単じゃない？どう？あの、アプリのマイページでいいから。その会員証を見せてくれたら、福田あかり個人ファンクラブの、多分番号とか控えて、そうそう。で、こう、何？あの、ボリューム2の時もポストカードもらったやろ？そんな感じで、あの、うちわをね、あげるので、そう、ぜひもらってってください。よいしょ、もらってください。お、ナンパのひさとくまくま、ありがとう。よろしくお願いします。今月も現地の写真集はフェストハレ STU のライブの方で販売するんですけど、普通のポストカードはまた別じゃないですか。今回の福フェスポストカードは裏面もデザインがあります。福フェスのデザインが、なのでちょっとまだ私に画像が上がってきてないんですけど、楽しみにしててください。グリーンゴフェス楽しみにしてます。やったー。9月13日行きます。楽しみな対バン相手ね。いいよね。結構すでにご好評いただいてます。移動を考えると特典会どうしようか迷ってる。別に正直絶対めちゃめちゃ来た方がいいとかではない。ごめんけど普通に大阪のお話し会でいいかもしれないぐらいの感じだけど、その福フェスのイベントの楽しみ方として来てほしいなと思う。けど
そのいろんなものを犠牲にしてまでは来なくていい、ライブ見る方を優先してほしいです。普通にライブ見るのを優先してほしいから、何かを蹴ってまでは買わなくていいと思う、私はね。主催がこんなこと言うのもあれですけど、いや、まあグループショットはレアだけど、ライブを見てほしいよ。から朝一で来れるんだったら買ったらいいと思うけど、途中でライブを抜け出してまで買って言われると、ライブをぜひ見てほしいなって思ってますけどね。はい。まあその取捨選択も含めてフェスの楽しみ方ですから、お任せしますが、そう、やっぱ体力的にもきついと思うし、すごい大変だと思うんで、あの取捨選択をしっかりスケジュール立てといた方がいいかも。でも見てほしいのはライブです、やっぱ。特典券はね、朝動ける人はぜひゲットしてほしいけど、みんなの体力が心配なんだよ。そう、楽しんでほしい、好きなように。気をつけましょう、お互い。まだ言うて夏やけんな、室内やけんいいけど。速攻元気飲んで頑張ります。速攻元気ポケットに1個入れとこう。うどん食べる時間はないです。いや、まあまあ何かのライブを諦めればあるよ。うん、でもさ、ライブとライブの間全部30分空いとるんだよ。だからまあまあまあ、ゆるーく見るんだったら全然いけると思うよ。そう、まあどのライブを見てもめっちゃ可愛いこと間違いなしなんで、可愛い？めっちゃ楽しいこと間違いなしなんでね。はい。私は食べる暇はない。前回の福フェスの時もメンバーへの差し入れとうどんとコンビニのご飯もいっぱいめっちゃ用意したけど、結局自分終演終わって特典会終わるまで何も食べんかった。一回も楽屋帰れんかった。そう、今回もやばそうだけど、まあ、それ自分が選んだ道だからね。楽しんで頑張ります。ボリューム2は仕事終わりからだったから、スタートから参加できた楽しみ、楽しもう。楽しもう楽しもう。田辺先生、この福フェスのツイート、これやばくない？あのお決まり大量発生の時のやつ。え、これスタッフさんがあのやったんですよ。私がこれやりたいって言ってないんですから。
なんか撮影の時に360度カメラで顔撮られて、そう、なんか復習の時作るからって言われて、え？で出来上がったらしい。でもね、これこだわりがあるんです。ちゃんとヘタレタチオの緑の噴水ポニーにしてもらいました。まぁ、ちょっとポニー、あれ噴水感はないけど。ちゃんとリボンつけてくれましたよ、ヘタレタチオの。可愛くないですか？私のアイディアじゃねえよ！もう、嫌だよ。全然ノリノリじゃなかったよ。悪いけど。悪いけど、私は全然こんなやりたいって言ってないですから。そう、なぜかこれの動き、あのどんなタイムテーブルとかどんなライブの流れとかどんな詳細を決めるよりも早くこの福フェスの動きだし、このシールだったかもしれない。それぐらいあのめちゃめちゃ福フェスの中で一番最初に決まったこと、このシール作ることかもしれん。それぐらいなんかスタッフさんノリノリでこれ作ってたんで、みんなのゲットしてあげてください。でもこれね、あの携帯に貼ってあるんだけど、スタッフさんがよくパソコンとか結構いいよ。そう、耐久性あるしおもろいです。車に貼ってる人いる。これドラさんのコンサートで作ってて、ドラさんコンサート、ドラソンファンの皆様デジャブですかって言ったら、ちょっと今ツイートの一番上のリプ にこの車に貼ってる人とかいますね、シールを、お決まりのシールを。やばいです、やばいです。そうだから、ソラハ、じゃあオキちゃん、マイキュー、ソラハのからのこれ、おもろい。あ、これちゃんがあれ売ってんの？あ、そうなんだ。売り方知らないけど。おもろいよね。やばいやばい。結構攻めたグッズですけど。他にないので、あの、一個持っとこう。とりあえず。一個持っとこう。チャンガラか。多分じゃあさ、このシールを買ったら、チャンガラ何回か回せますよ、みたいなやつだと思うから。そう。もうお楽しみに。パソコン、あの、アップルユーザーの人は、あの、リンゴマークの上に貼ってください。リンゴマークの上に。お願いします。赤リンゴ。すべてのアップル製品につけてください、赤リンゴ。赤リンゴ。あの、この大量発生してるからちょっと怖いのであって、一枚一枚だったら多分可愛いんで、 3D シールぜひゲットしてください。そう、よろしくお願いします。
たサンキュー、ゲットしてください。アラップクマクマありがとう、クマありがとう。あとグッズは、グッズ今日情報が多いな。グッズがね出まして、はい、グッズがね、まず福フェスのビッグ T シャツ、これはネイビーです。ネイビー色、あの私の初回の生誕 T みたいな色、ネイビーで、後ろに全アーティストさんのロゴが入っております。そしてラバ版は緑にしました。でマフラータオル、まあ、これがね結構どの現場でも使えるし、まあ、お風呂上がりに使ってもいいですけど、あの首にかけとくといいですよね、フェスの時ライブ。はい、ちょっと画像がちっちゃいんでね、またちょっとこれが T シャツで、これがラバ版で、これがタオルです。でテイクアウトバッグはもうこれ入れる用、ただの入れる用なんですけど、これ今回なんかツイートした時にネックストラップって声が多かったんで、ネックストラップ作りました。あの会社の社員証ピーナピーってするやつ、これつけてください。ぜひこれ使うでしょ、これ。まあ、パスケースはね、ネックストラップとセットみたいなイメージで、だと思います。緑です。会社の社員証ピーしてください、これつけて。いつも、仕事中にも、福フェスを。そうで、あとこれみんなが気になってるであろう、うどんぶりです。あ、真っ白真っ白バーって書いてます。奈良県を一周させました。でレンゲもついてて、こちらにはサインと福フェスっていう書いてます。私の手書きデザインです。で今回は青ですね。1回目のうどんぶりが赤、2回目が緑、今回は青です。で次これ福フェスドライ T シャツ、もうドライ T シャツ激推しなんですよ、私。で、これはボリューム3って書いてないんで、まあ、いつでもって感じなんですけど、また、そう、ワンチャンこれはね、番外編でも売るかもしんない。福フェスドライ T シャツは乾きやすい生地のやつですね。スポーツ T シャツってやつです。で、これです。四国推しの皆さん、バンダナをリニューアルしました。イエーイ。はい。あの、三期生ちゃんがね、加入してくれて、四国動き出したので、はい。ちょっと無理言って早め、ちょっと新体制になるよりは早めなんですが、あの、全員のサインを入れた三期生ちゃん入りの新しい三代目四国観光大使バンダナを作らせていただきました。よろしくお願いします。こちらは、当日も使えますし、次の日の四国公演でももちろん使えるので、あとまあその週、次の週の11日の四国公演でも使えるので、ぜひこちらゲットしてください。あのバンダナのいいところは、公演でタオル回されるとめっちゃ埃舞うんですね。いいんだけど、別にこっちもニアッパで来ないからね。なんかね、タオル回されるとすっごい埃が舞うじゃないですか。だからバンダナいいですよ、埃がそんな舞う。私これは、
感じ。あとインスタに、バッタもどれがどのショップの生写真でっていうのがね、もうめっちゃチェックして載せたんですけど、結構壮観よ。たくさんのあかりちゃんが今日一気に12投稿ぐらいしたんで、インスタグラムぜひ見てほしいんですけど、そう、いろんなあれを、いろんな何、生写真、いろんなショップの生写真を一気に見て、あのもうこれ見て思ったんですけど、だってこれ丸々一個全部さ、1ページ全部さ、写真集のとあれなのね、ポストカードなのね。でプラスショールームのポストカードとか、あと福部社のポストカードとかもあるから、あと本紙に入ってる3枚のポストカードもあるから、もう本当にポストカードだと生写真だけで、あの何、のでぜひ全部ゲットしてください。ご予約お待ちしております。いいねしといてください。あ、一気に喋って疲れた。山猫坊主めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう、ありがとう。かわいい。みけちゃん、最高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 、気持ちいい自分に。みけちゃん、噛んだれー、噛まれー、最高の日になりそう。なるよ、もう、なるし、なる、なってもらわないと。困る。にゃん。HAV の限定カバーを予約しました、ありがとうございます。こんばんは。翌日？そうだ！四国完売しました！次の日の。ありがとうございます。昼完売、夜もあと10枚ぐらいになったかな。だからもう当日券は出ないと思います。多分完売する。そう、花垂れはまだ。
ちょっとあるみたいだけどね。花だれ、花だれも来てください皆さん。はい、まあ7時ぐらいには終わるんで、2部まあ完売するでしょう。お待ちしてます。春輸出者に感謝感謝、ありがとうございます。ダモの久とベアーベアー、クマありがとう。クマ2体よかったね、ヨガだよ。久々に完売とか見たよ、遅刻公演。まあ前もほぼ完売だったけどね。そうでもね、反動で11日みんな来ないっしょ、心配。ちょっとスタッフさん近いよ日付が。ふんふん、ありがとう。今年じゃない、今月のタワーかわいい。クリスタルカワー、タワー。今週福ペス行く予定です。期待してます。ありがとう、待ってます。福ペス。期待してて。ありがとうまー。こまを。こまをよ。ハムスハムリだ。ありがとう。おすすめのお店？エリアマップに結構載せたけど、うどん屋さんは、わたや。あのね、オリーブホールの目の前にあるし、回転が早いから、おすすめ。でも、気をつけて、わたや。めっちゃ量が多いから、台頼んだら、胃袋がはち切れます。小でいいと思います。男の子も。台頼んで天ぷらなんて載せたらもう、動けないよ。わたやはね、綺麗だしね、いいよ。そう。満足度が高いと思う。ぶっかけうどんがおすすめかな。絶対行きます。行ってください。開いてるかどうかしっかり確認してくださいね。ありがとう。8時半から開いてんだ朝、日曜日も最高。綿屋に福田推し集結だなこりゃ。ありがとう。和歌山は日曜休みよ。オッケー。じゃあ福フェスの日に行って。四国公園の日は休み。すげえ、なんかさ、地元民が集まってない？大丈夫？和歌山は日曜日休みだって。だから福フェスの日の朝だね、行くとしたら。か、まあ、ライブを緩く見る人は昼でもいいけど。土曜日はちょっと混んでそうだけどね。日曜日は空いてるうどん屋さん結構限られてくるけど、まあ Google とかで調べてください。どれぐらい台か気になる。いや、ほんまにやめた方がいい。あのね、うちのスタッフさんの、あの元支配人のスタッフさんいるじゃないですか、有名なスタッフさんいるじゃないですか、初期からいる。あの方が綿屋で、あの STU の初期の香川の公演の時に、どこがおすすめって言われたから、綿屋行ってみてくださいって言って行ってきてたの。台頼んで死んだって言ってたよそう、もう口コミありなんで、そういう結構大食いの、そう
大食いな丸本さんって人いるんですけど、結構食べると思うんですけど、普段さすがに食べれなかった代は代にして後悔したって言ってたんで、ほんまにやめた方がいいと思います。小プラス天ぷらぐらいがいいと思いますよマジで多いの、マジで多いの。そう、普通はないの？いや、小が普通だから、一玉が小、中が二玉、大が三玉だから、小で普通なの、普通盛り、小が普通盛り、食べ応えあるからめっちゃいいと思う。それでそれで足りなかったらね、足りなかったらコンビニとかでおにぎり持った、コンビニで速攻元気買ってポケットに入れときな。もうマジで、めっちゃ多いから、本当に気をつけて。うん。気をつけてください。まあ美味しいんでね、どのうどん屋さん入っても。待っております。ご飯食べよう、お腹すいた。バカイチ？バカイチはなんか観光客の人向けの店って感じ、私的に。香川県民の時バカイチ行ったことなかったよ。 STU に入ってなんか香川以外の人と一緒に行ってるって感じ。よいしょ。まあでも観光としてはいいんじゃない。有名だし芸能人のサインいっぱいあるし、美味しいよ普通に。ただめちゃめちゃ並ぶから大変。よいしょ。ちょっとスーパーに行ったんですわ。何を買ったとかというと、よいしょ、じゃーん、酢豚の素。酢豚ってちょっとさ作ったことないじゃんと思って買ってみました。油敷いて、玉ねぎがある、玉ねぎがあればすぐできる。お好みでピーマンって書いてあったからピーマン買ってきた。だってピーマン好みだし、2個だけね。しおりんベア、クマありがとう。肉も入ってんじゃない？このキットに。分からんけど。まあ、最悪豚肉がある。
ピーマン。あれ？みんないる？いなくなっちゃった。いなくなっちゃったじゃん。なんでキッチンに来たらさ、いなくなるわけ？黙ってたらさ、料理ができると思ってる？ちゃんとさ、応援したりさ、あかりちゃんが作る料理が一番美味しいんだよね、みたいな。どんな、三つ星ミシュランよりも、あかりちゃんの料理が美味しいんだよね、みたいな。そうそう。言わないと、できないよ。なんか野菜ミックス入れています。野菜を食べたい。ミケちゃん、ミラボありがとう。はあ、嫁力。エビ入れちゃおう。あと何入れたら楽しい？焼きビーフンとか入れたいよね。もう料理も変わっちゃうけど。玉ねぎのみじん切りがあるから入れてみよう。こんな感じ。具が入ってます。豚肉、つばし級料理食べたいっしょ。
方はいらん。ラーメンのメンマいらん。パイナポーいらん。ソース、あ、うずらの卵は確かに近くに置いてあった。あれは入れてもいいよってことか。料理酒なんか海苔で入れたキャベツがさ、すごい邪魔してるような気がするよね。9月7、8、筋肉の、ありがとうございます。キャベツ大好きだからね。モリモリだ。Come on.
君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が続くのは運命の人だろう。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きになる希望的理由ね。よし、むせたかな。にょん。酢豚って何でしょうかね。よし、こんな感じです。やばいやばい、一家族分できてしまった。よし、よっ、できた。やけどしたからこっちで食べるよ。うわ、白飯食べたくなるやつ。白飯チンしよう。よいこんばんは。よいし、じゃーん、こんな感じです。どうですか。でーい、おいしそうだね。
ただきます。大盛りだ。あっくベロやけどした。毎日やけどしてるよ。お水お水。彩りいいよね。夏みかんサラダとか好きだった？給食の塩蒸し。うん、うまい。ピーマンさん、みじん切りの玉ねぎどこ行った？溶けた全部。どうぞ。ちょっと酢豚なのか分からんけど、多分酢豚。お酢って、お酢っぽい味ではある。うん、分かんねえ。美味しいけど酢豚なのかは分からん。酢豚経験が乏しい。何食べてるの？酢豚。なんか野菜を食べたいがゆえにキャベツを入れたから焼きそばみたい。疲れんこん。健康的ね。
酢豚がわからん。酢豚って何料理なんだろう。中華料理。もはやうどん。うどんか。酢豚ちょっと今度食べてみるね、中華で。チンジャオロース味もあるもんね、ちょっと。あかんね。一応中華だと美味しいけど感動はないな。ピーマンうま。和風酢豚？もうそれは何料理なの？何にせよ野菜をいっぱい食べてるから健康にはいいんじゃないか。食べるのを見てるだけでいい。すいませんね。ちょっとご飯にのせてみよう。えいえいえい。美味しいけど感動はないな。別に米が進むって感じでもないな。こんな感想なことなくない？料理配信で。だいたいうまいうまいって言ってさ、食べるのにさ、うまいけど、まあ感動はないなとか言って。
ますね。野菜入れすぎ？あ、確かにそれはある。とりあえず触ろう。まずくはない。まずくはないです。まずい、美味しかったよ。しかも野菜をね、その元々入ってる野菜プラスピーマン2個と、ピーマン2個と、なんだ、カット野菜1袋、焼きそば用のキャベツ、人参、玉ねぎのカット野菜1袋をね、入れたの。だからめちゃめちゃ野菜食べてる。いや、肉が、あのね、既製品の肉が一番うまかった。なんか多分酢豚自体が多分そんな好きじゃないのかも。美味しいんだけど、なんか、うん、まあまあまあ、って感じ。フライパンがでかくて大変。まあ野菜炒めだな、確かに。うん。私から申し込んだ写真集の衣装で行くからね、ツーショット撮ろうね。
どの衣装ですか？え、わからん。どれだろう。申し込んだよ、ありがとう。どれかはちょっとわかんないけど、写真集の中に着てる衣装でお渡し会するわよ。だからツーショット撮りましょう。あと写真集発売日に写真集届いていらないやつ、あのなるべく早めに、マジ段ボールでも受け付けるんで、福田のファンレターボックスに送ってください。お願いします。何冊でも、何冊でも待ってます。全然ポストカードは抜いちゃって、抜いてもらっちゃっていいんだよ、中身の。あ、でも開けなきゃいけないのか。だからポストカードコンプしたら、そう、ぜひお待ちしてます。サイン入りはダメだぞ。なんかその方式で結構さ、 AKB のいろんな先輩のさ、 AKB グループの写真集持ってる。なぜかファンの人がちょこちょこくれるんだよね。多分めっちゃみんないっぱい買うから余らせて配布用。そう、なんか誰かの写真集が発売されたら、なんかメンバーのプレゼントボックスに、そうそう、なんか、いや、何々さん写真集出したんだみたいな。あ、これあるあるです。ゴミ
ったなんか鍋が昨日の鍋とさラーメンの今日のでっかいフライパンがあったからあと昼のフランスパン温めたフライヤーもあったから大変でした。ふう。にじにゃあ。お疲れ。いつの間にやら11時半。よいしょっと。にゃ。福ちゃんは自分の写真集何冊買うの？とりあえず40冊買ったけど。ちょっともう破産寸前なんで、もう破産寸前なんで、もう無理なんです。福フェスのメンバーと福フェスの出演者、しかも出演者さんも一人一人にはちょっと配れない、あの一グループに一冊だけ、にしても40冊だったから結構もう破産寸前で、なので送ってください。そう。え？お兄ちゃんがあかりさんの写真集欲しいってうるさいんですけど。だって未来ちゃんハロエスのよいしょ、もう一冊買おう。あにゃんにょん。未来ちゃんお兄ちゃんいたんや。以上。確かに未来ちゃん妹感あるもんな。写真集で何とかしていきたい。何とかしておいで。あの写真集欲しくないものはいるだろうか。いやいない。半語。なんか漢文みたい。よいしょ。にゃん。明日神戸申し込む。やったー、待ってるぞ。しかもタワレコに来たらさ、タワレコ広島店限定のやつもさ、ついでにゲットできるから。おにゅんにゅめだお。こんばんは。
写真集に名前を入れてご本人よりお渡しで、あ、3冊券限定絵柄ポストカード1枚、え ?3 冊券限定ポストカードもある。で、5冊券は、サイン入りの本をご本人よりお渡し、会場別 A3 ポスター、 A3 ポスター、 A3 って結構でかい、 A3 ポスター1枚付き、スマホでツーショットも撮れる、めっちゃいいやん。え、プラスさ、広島店で買っとるけんさ、広島店のさ生写真ももらえるじゃん。めっちゃいろいろもらえん。だけん一冊券の人は普通に私が写真集渡すプラス広島店さんの多分やつがもらえるじゃん。広島の人は広島店さんのポストカードもらえる。で、三冊券の人はサインと名前入ってる写真集と、あと A3 ポスター、三冊券買った人限定のポストカードと広島店さんの限定ポストカードももらえます多分。で、5冊券の人はサイン入りの本1冊と、あ、でもこれは名前入らないんだね、サイン入りの本1冊と、あ、サイン入りの本と、で、この人は3冊券のポストカードはもらえないけど、5冊券の人限定のポスター A3 ポスターが1枚もらえて、ツーショットも撮れます。で、多分広島店さんの生写真ももらえますって感じです。すげえ、結構いいね、お渡し会のレギュレーションっていうんですか、結構いいですね。昼はお渡し会行って夜はクルージングに行きますすごい。楽しみだね。いろいろ毎日情報がさ盛りだくさんで、みんなもさ追っかけるの大変だと思うけど、ついてきてくれてありがとうかなり福堂さん今忙しい、あのお仕事も忙しいと思うんですけど、お仕事も忙しいと思うので、あのどっちも忙しいと思うんですけど、今頑張りましょうお互いね。幸せ、楽しいよね。インスタ全部見たよ、ありがとうございます。なんかこのサンプルって文字意外と気にならないよね、なんか透けて見えるよね
楽しみの猫だ。福フェスボリューム2 AKB 研究生全員来たのやばいな。やばかったくない？今前回の福フェスのことを頭ですごい考えてたの。リハーサルとかからずっと AKB 来たな。すごかったな。 AKB 研究生全員来たな。しかもあの後すぐあの子たち昇格したからさ、福フェスが最後だったよね、研究生全員ライブって。確かにセンター、 AKB のセンター来たの？やばかったね、冷静に考えたら。あれか、夢叶ったな。タワレコ広島店のお渡し会ですが、店頭購入特典は対象外となってますね。あ、そうなんだ。それやっぱ神戸と公平にするためかもね。じゃあまたタワレコ広島店では別で買ってください。てか、あの生写真とかポストカード集まったら、あの全部並べて写真撮って送ってや。ツイッターの含めるでも何でもいいけん、見たい、どんだけ集めてくれたんか。てか自分が全部持ってないからこそ、私の手元には何もないの。だからこそ、もしあの自慢してくれる人がいたら、私にぜひ1枚からでも、あ、1枚は絶対ついてるけど、あれに1枚からでもこんなのも集めたよって自慢してください。え、結構悪くない？だって店舗別だけで Amazon2 枚、 HMV2 枚、セブンネット2枚、タワレコ2枚、楽天2枚で10枚でしょ。でショールーム3回でしょ、13枚でしょ今だけで。で、福フェスでしょ、で広島店でしょ、タワレコで3冊券が広島会場を、神戸の3冊券の限定ポストカードでしょ。で写真集自体に入ってるやつが3枚、3種類、え、20枚あるよ、20枚、え、15枚、いや20枚だ今のとこだけで。やばいね。20枚、マックス20枚あります、多分。集めてる人。ポストカードとか生写真とかでの合計が。今んとこね。今んとこ、コンプしたら20枚なんで、もう20ページなんて、本ですわ。すげえ。ぜひ自慢してください。まあなかなか全部は難しいと思うけどね。
ばんは。ショールームは一回買えんかった。え、でもそれでもそれ以外は結構集まってるってこと、すごいや。クリンゴー、あ、ティフ、ティフ限定生写真もあるくない？ないか。え、ティフってティフ限定生写真なかったっけ。ショールームで4回購入してる。いや待って、東京からのやつは、え、生写真ついてた？あ、ついてる。え、待って待って。え、東京のショールームの日ってさ、あれってさ、生写真ついてたっけ？チェキ抽選だ。そう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 。え、ティフは？ティフの日はさ、ティフの生写真ついてた？どうだっけ？あ、ついてた！タコスだ！ティフの生写真タコスだ。こりゃすごい。うん、わお。こちらのバナーより写真集チェックしてください。ぜひ、絶対満足させます。ワクワク。てか自分の写真が100枚も載ってる本が出るなんて不思議。ワクワク。こんばんは。楽しみ。ワクワク。よいしょ。こんばんは。
ねえ、七並べさ、なんかさ、ユニットの平均値だからさ、なんか、足引っ張らないようにやっとこうって思ったらさ、結構ガチっちゃっててさ、そしたら福藤さんもやってくれててさ、楽しいね。しかもメンバーと当たる。今日切り方当たって、あ、これって平均値だから、4日ユニット同士で当たらない方がいいんだって思った。そう。平均値だから、わかる？潰し合ったら意味ないんですよ。だからなるべく他のユニットのファンの人とかメンバーと当たらないと当たった方がいいんだと思って。そう。そうそう。そうです。まあ、イベントっていうか、まあ、キャンペーンかな。イベントってほどでもないけど。キャンペーン。メンバーと当たりやすいのは、やっぱゴールデンベッドタイムかな。そう、9時から10時。に、みんな10倍券使って、無心で回してるから。そう。当たりやすいと思うよ。あと意外と昼間ね、昼間メンバーね、暇な時多いからね。まあでも、いつの時間につけても誰かと絶対、AI じゃなくてちゃんとファンの人のユーザーと絶対当たるんですよ。どんな変な時間にやっても。まあ、深夜は私たちできないんですけど、どんな時間にやっても、真っ昼間とか、なんか、あとやっても、変な時間にやってもね、絶対誰かとマッチングするから、STU ファンの人が常に、誰かと、常に、STU ファンの人が常に、誰かしら七並べをしてるんだって思うと、ちょっと嬉しいよね。にゃん。電池切れてきた。電池切れてきたよ。明日は高松に行く前の気合のカラオケ配信しよう。まあ家でだけど。明日も夜ね。
ハートありがとう。深夜だと4人揃うまで時間がかかる時があります。あ、そうなんや。瀬戸内学園なんとかみたいなさ、 AI 来ない？映っとる？俺俺よ、ありがとう。しおりん、ありがとう。かなぶん、ありがとう。マグ、ありがとう。めぐろのこうじ、ありがとう。近いし、ありがとう。山猫坊主、ありがとう。アールアップ、いろいろだらけてしまっても、福フェス行けるってだけ許されます。見られます。お渡し会も3冊券買えたので行きます。待ってます。会いましょう。ありがとう。埼玉のいたん、ありがとう。南蛮の久人、ありがとう。セブン、ありがとう。みけちゃん、福フェスの作戦会議してるだけで楽しいんだよね。楽しいよね。めっちゃ楽しい。私も充実してます。ありがとう。1位ワンホンホン、ありがとう。はい、というわけで、私が福玉って言ったらストウチって言ってください。アニワスト、福玉ストウチ、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田会でした。一日の楽しみです。嬉しい。明日も配信します。はい、じゃあね、ちょっと週末に向けていろいろ立て込んできましたが、頑張っていきたいと思います。お話し会、じゃあ お渡し会か、お渡し会の広島の申し込みが今日始まりました。そしてあ、神戸は明日から受付されますので、ぜひ来てください。写真集で着た衣装を着ていきますから、楽しみに、ぜひね、数ショット撮りましょう。限定ポストカードとポスターも、どんな笑顔なのかお楽しみに。疲れんこやすいみんでみです。アイドル王顔みんなも明日も頑張ってください。私も頑張ります。バイバーイ。親猫さん、またね。神戸待ってましょう。バイバーイ。ありがとう。セブンベア、プリアット。